はい、はい、どうも、ちょぶりです。てことで、今日はですね、最新エピックガチャ徹底解説。 てなわけで、とうございますとといいうことでや、僕もこのガチャ動画でね、まさか年越すと思ってなかったんですけれども、こちらね、なんと12時ぴったしに、えこんなミさん盛り込んできてくれましたということで、エピックスパニッシュリーガーアタッカーズ来ましたねえ。こちら3名来ております。ヨハン・クライフ、ディエゴ・フォルダン、ラウルということで、ついにブースターのクライフが登場ということで、これね、めちゃくちゃ待っていた方も多いんじゃないかな という,ふうに思うんですけれどもこちらののの3名が、えー、今日の年越しのタイミングで来ておりますでもちろん今回もボックスドローガチャで150名なんですけれども僕144回も引きましたねめっちゃ引いて、えー、3人ともコンプしてきましたってことでそれ以外にもねこちらのハイライト選手が来ているんですけれども正直今ハイライトの目玉は あんまりないのかなって感じが今のところはしてますね。まあ、あとはね、僕も引いちゃったんですけれども、誰でもね、全員に2回分の無料ガチャ券が配られていたんで、2回はね、ま、誰でも無料で引くことができるということで、ま、今年は無料エピックの、ま、去年みたいなガチャは来ていないっていう感じになりますね。まあ、そしてまずこのガチャの総評なんですけれども、ま、個人的にはね、スルーでいいんじゃないかなと思ってます。まあ、課金税でクライフをめちゃくちゃ欲しいって方はいいと思うんですけど、ま、正直前回のクライフ持ってる方は、間違いなく僕は引かなくていいんじゃ なないかなって思いか思ますし、まあ、クライフを持ってない方で課金できる方は引くべきみたいな、まあ、そういうガチになっているんじゃないかなと思います、まあ、クライフはねかなり強いかなと思うんですけれどもホルダンとねラウルに関しては、まあ、強いんですけど必須級ではないのかなってところでしかもクライフに関しても前回登場したエピックのクライフとそこまで大きく能力値は上がるわけではないんで個人的にはね今回の方が強いと思うんですけれども、まあ、無理して乗り換える必要性はないかなって感じではありますかね、まあ、これからね能力値の方も解説していきたいと思いますのでそこらへん参考にしていただければなと思いますということで早速 こちらクライフフォルダンラウールのレベル1の6値徹底解説ということでやっていきましょう。 はい。ということで、まずラウールから見ていきたいと思います。今回、レアルマドリードから登場ということで、178センチの木足は左利きですね。3秒1連まで上がりますといった感じで、なんと今回、ラウールプレイスタイルが2列目からの飛び出しということで、これめちゃくちゃ珍しいですよね。まあ、これまでもラウールって何回か登場してるかなって思うんですけれども、2列目からの時ってありましたかねおそらく初めてなんじゃないかなって思うんですけれども、CFST、OMF と左のウィングとハーフができますということで、まあ、センターフォワードとかね、ウィングとかで使うと無知識をできるということで、そこもいいポイントかなというふうに思いますし、 ま、セカンドトップとか OMF とかで、ま、2列目使ってあげても強いんじゃないかなと思います。個人的にこのプレイスタルは、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってますね。で、今回ブースターはこちら、シュートプラス2ということで、ボルコン決定力、キック力、フィジカルコンタクトのパラメーターが上昇しています。で、育成はこんな感じですね。シュート5、ドリブル10、クイックネス9、1力11ということで、まあ、とりあえずこんな感じで、まあ、使用感重視って感じで育成してみたんですけれども、まあ、今無料なんでね、全然育成も変更できるんで、とりあえずはこんな感じで育成していました。それを踏まえてノのク種見ていくと、こんな感じになりますね。 オベ部戦は88まで上がりますし、ボルコンは94まで来きますと、これはブースターの影響ですね。まあ、ドリブル数値もそこそこ高いのと、まあ、決定力ですね。これ、ブースターの影響もあって90まで来きますということで、まあ、これはかなり魅力的かなと思います。で、SP 瞬はスピード87瞬発は90で、ッ、ま、ク、あ、キック力も89まで来きますと、まあ、これ90のしても良かったかもしれないですね。で、こんな感じで、ボディコンも86まであって、スタミナ93ってことで、まあまあかなっていう感じですかね。正直、まあ、ブースターにしては、物足りない感じも若干あるんですけれども、まあ、弱くはないかなっていう感じですかね。まあ、育成に も寄ってくるのかなと思います。で、逆足の,の出す精度が高い波が小さいということで、一応逆足の精度は高いになってますね。そしてこちらスキル見ていくとシャページクラターンヘッダーコントロープ、ドロップ、シュートライティングシュートミドルシュートエアクロバティックシュートワンタッチシュートアウトスピンキックというわけで、まあ正直やっぱスキルでダブルタッチとかねえ、ワンタッチパスとかスルーパスとかまあ、そこら辺は欲しいかな。って感じは個人的にはしてますね。まあ、ちょっとスキル物足りないかなって感じが個人的にはしています。まあ、正直ね。能力的にも弱くはないと思うんです。けれども。まあ。 ただまあもちろんねプレイスタイルもポジション適性も多いですし能力的にもね弱くはないかなと思いますので間違いなくねええかでは使えるんじゃないかなと思いますはいということで1人目がラウルでした続いて2人目見ていきますはいということで2人目はこちらディエゴフォルダー見ていきたいと思います今回アトレティコマドリードから登場ということで身長が 180cm の大きい足は右機31例まで上がりますねプレイスタイルがラインブレーカーということでセンターホールとセカンドトップでも起用できます で、ブースターはこちら、さっきと同じく、シュートプラス2ということで、ボルコン、決定力、低くフィジカルコンタクトのパラメーターが上昇してますね。はい、そして、育成はこちら、シュート5、ドリブル10、クイックネス12、106、8ということで、まあ、クイックネスを結構上げましたね。まあ、さっきのラウルの育成と若干似てるのかなと思います。で、それを踏まえて、ノロクシ見ていくと、こんな感じで、オフェセンは92まで行って、まあ、ドリブル数値はね、若干低めになってますかね。で、決定力は90まで行くということで、ここはやっぱりね、ラウル同様に、まあ、シュートのブースターということで、いいポイントかなと思います。そして、スピード瞬発ですね。 スピードも84瞬発92キック力が96ということでキック力もね96まで行くのはめちゃくちゃいいポイントですねでフィジカルもそこそこありますしボディコンも高いということで、まあ、ドリブル数値はね若干低いんですけれどもボディコンも高いんで末消、まあ、感もまあまあかなと思いますで逆足の頻度が高い精度が最高波が小さいということで逆足が使えるのはめちゃくちゃいいポイントですねでスキル見ていくとこちらコンガコントロールループ無回転シュートドロップシュートミドルシュートワンシューブワンパピーケーキッーカー闘争シーンということで、まあ、スキルもそこそこ悪くないと思うんですけれども追加する っなるとやっぱりまあツルーパス。これダブルタッチになってくるんじゃないかなと思います。まあ、この選手も正直ラウル同様ですからね？まあ、強くはあると思うんですけど、正直ブースターだともう少しね。 現環境だと期待しちゃうかなと,うところはあるかなと思います。まあドリブル数値がね、これで全部90乗っかってくるとかってなると、まあ、話変わってくるかなって思うんですけれども、そこそこ低いですし、まあスピードもそこまで速くないということで、まあこうラウール同様に飛び抜けてないんで、まあそうなってくると現環境でね、なかなかガチ使っての入ってくるのは厳しいのかなと思います。まあ特にセンターフォワードとかね、セカンドトップとか、ほんとポエルション争いがね、今めちゃくちゃ激しいんで、まあなかなか難しいかなと,いところではあるんですけれども、まあ十分ガチ使では使えるかなと思いますね。ただやっぱりね、現環境 もう少しねこう飛び抜けた能力値が欲しいということで、まあ、無理にねこのホールダンを狙っていかなくても僕はいいんじゃないかなと思いますはいということで2人目がディエゴホールダンでした続いて3人目見ていきますはいということで3人目はこちらヨハン・クライフですね見ていきたいと思いますこのクライフはねめちゃくちゃゃく期待していた方 多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、圧倒的にね今回の目玉になってくるんじゃないかなと思いますバルセーナから登場ということで身長が1 8 0センチのキャシャンー3匹31例まで上がりますねでこちらプレイエスタルが今回2列目からの飛び出しということでまあこれ個人的にはかなりいいのかなと思ってますね OMF とセカンドトップで強するとまあ、2列目からの飛び出しが発動しますしセンターホールとかねウィングでも無印券できるということで僕的にこのプレイスタ変更は結構いいんじゃないかなと思ってますそしてブースターはこちらボールキャリープラス2ということでドリブルボールキープスピード ボディコンのパラメータータ上昇しますねで今回、育成こんな感じでやっていました。シュート3、ドリブル8、クイックネス12、脚力11の育成ですね。まあ、少しパスに振ってもよかったかなって感じもあるんですけれども、まあ、使ってみてって感じですかね。ソロ踏まえてノロックして見ていくとこんな感じになってますね。まあ、やっぱりここの数字めちゃくちゃ強いですよね。オン戦90まで乗っかってきて、ドリブル数字も全部90を超えてきて、ドリブルボールキープに関しては94までいきますと。まあ、これかなり魅力的ですね。で決定力は8ということで、もう少し欲しかった感じはあるんですけれども、スピッシュ ですね スピード94、瞬発95ということで、まあ、やっぱり強いんじゃないかなと思います。キック力もね、まあ、88までありますし、フィジカルコンタクトも上げたいんですけれども、73までいきますと。で、ボディコンも94ということで、まあ、このボディコンで、まあ、このドリブル数値なんで、ま、足効果はめちゃくちゃ軽いというか、いいんじゃないかなと思ってます。で、108のヒンダー、普通精度が最高、波が小さいということで、精度最高はいいポイントですね。そして、スキル見ていくと、こちら、エラシコルーレット、ジクラターン、アクロバティック、シュート、ヒルトリック、ワンパワックスミロバー、アートスピンキック、低弾ドロブ、キャプテンシーということで、まあ、もう少しね、シュ まあ、時のスキル欲しいですし、まあ、スルーバスとかねこキが若干物足りななろ追加してあげたらね、ほんと SS クラスの強さなんじゃないかなと思います。まあ、ただ、能力を見ていくと、まあ、前回登場したエピックと余裕者あるんですけど、まあ、そこまでめちゃくちゃ大きく変わるわけではないんで、前回のクライフ持ってる方は、まあ、無理に乗り換える必要性はないんじゃないかなと思います。ただ、やっぱりクライフ持ってない方はね、クライフってめちゃくちゃ強いんで、取る価値もあるんじゃないかなと思いますね。はい、一応ね、育成の仕方によって 変わってくるんですけれども前回登場したクライフト比較するとこんな感じになっておりますこれでブースターが上ってくるとこうなりますっていう感じになりますかねまあ、こんな感じでやっぱりね、まあ、育成の仕方によるんですけどこの瞬発とかボディコーンってところですよねまあ、そこも踏まえるとまあこんな感じでドリブル数値はね今回圧倒的に高いんですけれども、まあ、無理しなくていいのかなっていう感じも個人的にはしてきますかねまあ、本当に良し悪しがあるなっていう感じですよね育成の仕方によってはねやっぱりこの瞬発とボディコーンってところですかね前回の方が強いですしまあ、た今回はねこのドリブル数� えこのボールキャリアの影響もあって圧倒的に高いということで、まぁ、あ、ちょっと難しい感じはあるんですけれども、まあ、絶対に今回の方が超強いと断言できるわけではないのかなと個人的には思いますね。ということで、3人目がヨハン・クライフでした。ということで、今回はこちらの3名ですね、クライフ、フォルダン、ラウールご紹介していったんですけれども、いかがだったでしょうか。まぁ、あ、最初も言ったんですけど、まあ、無理してね、獲得しなくてもいいのかなって感じが個人的にはしてますね。もちろんクライフもね、めちゃくちゃ強くはあるんですけれども、フォルダンとね、ラウルも若干微妙ということで、まあ、3人ともやっぱり熱いっていうわけ でもないんでそれも踏まえるとねまあするというかこれからまたいい価値が来る可能性もあるんで怖いったようついで僕はいいんじゃないかなと思いますはいこんな感じフットボールドが前にそこしてますのでよろしければコメント高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあね